はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC 第1弾オートマトロン続けていきましょう。もうメカニスト、敵のメカニストの隠れ家の奥地に来ておりますよ。だけどこれがまた広い、広くて最後の最後で自爆かましてくるロボットもいるからな。で、ここなんか順路から外れてるっぽいけど、なんかまだ先に進めるんだよな。スポットライト、ちょっと体も結構ボロボロになってるけど。おい、これ頼む。あれを調べに行け。任せてください。ありとあらゆるところのドアが頑丈だな。ちょっと勢いのままちょっとこっちの道来ちゃってるけど大丈夫かな。おう、びっくりするってな。刺さった。おう、おう、だよ。おう、あ、窓越しに撃てるの。おっと、来てる来てる。あ、まずい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 。あー、爆発された。爆発しない。あー、まずいまずいまずい。こいつはまずいんだって本当に。リロード、近距離バッツ、 OK。 威力が高い、一発一発の。いいな、大丈夫か。修理、そして音楽がちょっと違うんだ。おお、またいる。おお、なんか引火した。えい、こっちの武器使おう。ちょっとここ予想以上に奥に進めるから、ちょっと一回戻ろう。で、戻ってきて、ここまっすぐ行って、でも何もない。何もなかったのか。アーマー作業台があるけど、ちょっとパワーアーマーステーションないかな、どっかに。これ修理したいな、修理したいけどないな。ないなら知らない。さて、パワーアーマーステーション、あーっと、放射能がちょっとあるけど、変電所ターミナル6か。ああ、これ核物質のマークついてるけど、水入ってるな。おう、ゲイ、スクラップボット、ラッキー、パワーマーステーションあった。修理しよう。いやー、アルミニウムない。修理できない。意味なかった。ちょっとジャンクアイテム持っておくべきだったな。直せない、しゃあない。そんでこれ押す。いるね。赤い。スクラップボットが何体かいるっぽいけど。本当にスクラップボットだけ？うん。スクラップボットだ。おお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 。なんでやねん。答え、スティンピストルで、あ、違う、スティンパックで回復して。あ、あいつメカラビームのやつないの。危ない危ない危ない。オッケー、全部やった。意外とね、
危ないのか。大丈夫。大丈夫か。エイダ。何でしょう。大丈夫だった。上行けない。あー、すげえな。瓦礫ばっかりだここ。おお。突然、お？突然動き出す。弾が結構減ってるな。ん？どうした？こっちはなんもない。なんもない。結構まだ深いな。俺も核物質だ。パワーサブステーション。なあ、ロボットを作るのにこれ使ってるのか。おお、ちょっと待て。放射能値が高いけど多少は大丈夫か。ターミナルがある。施設管理ターミナル。ユニットのタスク。幸福だった日々を思い出しますか。幸福だった日々は200年前だな。今はそんな話をしてる場合じゃなくてね。うっ、いや、びっくりする。くらえ。あ、おわい、焼かれる。OK。 突然出てくるもんな、こいつ。これボタンで渡れということか。 A だ、乗った。何も来ないことを願いたい。何も来ないね。あ、そろそろか。メカニスト、さあ、ここも開けてちょうだい。開けろ。レジスタン、レジスタンスじゃない。ここも現状のところ開けて。おお、まだあるっぽいぞ。広いな。おお、なんだこっち。こっちも開けれる。あ、こっち通れないんだ。これ、これこんぐらいパパーマー来てるんだからバンとどけれそうだけど。大丈夫か。何かご用です。調べろ。これお願い。ここも厳重だな。開いた。んー、ここはまだ通ってないよな。ここ開けれる。おお、なんか通りたくない、なんか独房みたいなところ。こっちはなんだ。ん、レア物がありそうな予感。ん？デスクローの皮？なぜ？マスター、マスター、ハッキングできねえ。エイダー、エイダー、ダメだよな、そりゃ。そっちだ。お？まさか。これは難題になりそうですが、それでもやる気は満々ですよ。嘘。こうしたらどうでしょう。そんな、まさか。
ダメですね。期待させておいての。あ、待って、こっちはいける。よっしゃ、開けれた。武器庫だ。白骨死体もあるけど、全部いただき。ヨカコーラのボトル、金だ、金、金ゲット。なぜかバットがある。コンバットナイフ、10ミリピストルと、これはダッド X だ。45口径ももらって、ロボットパーツモデル、ミサイルだ。フュージョンセルもらって、メット X、 ショットガンシール。なんでパッドあるんだ。サブマシンガン、特にレアっぽい武器はないのか。弾薬庫だ。これが取れない。これは外れてるのか。もうなんもない、なんもない。戻ろう。帽子がある。独房っぽいところ通るか。こっちのホールディングブロック A。 いやー、グール、いやー、通りたくない。なんかホラーだな。脳みそ。いやいやいや、あ、こういうところ開けれるんだ。でもなんかあるけど開けずに行こう。あ、グール生きてるんだ。壁割れてる。バフアウト。特に何も起こんなかったが、ブレーカー、おい、開き上がった。なあ、やっちまった。孔明の罠にはまってしまった。ちくしょう、これ。あー、めっちゃ来てる。開けちゃダメなやつだこれ。当たんない、当たんない。違う違う違う、ライフル。ちょっとエイダが近くにいてなかなか攻撃できない。もういない。いや、まさかのだな。リロードして、ボタンがあるけど、この上はなんだ。うん、なんか上も上でなんかあるな。ターミナルがある。医療観察ターミナル。ここは何もないのかも。何もない。ブロック B が取れないのか。それじゃあ下のボタンプッシュしよう。プッシュ。ん？あれ？おお。あ？死んでる。大丈夫なやつかな？いいで、おいで。プッシュ。あ、下に行くんだ。なんでこんな、このベッドの上にこの脳みそくっついてんだ。う、なんだ、何今の。いやー、不気味。なんだここ、なんか中枢っぽいところ来たけど。あ、すげえ中枢っぽい。ブレインエクストラクション。ブレインって脳だよな。ローブレイン。脳みそ浮いてる。
気持ち悪い。脳再生ターミナル、なんじゃこりゃ、不気味すぎるんだけど。レントゲンがある。いやいやいや、何をしでかしてたの。こっちだな。おお、あ、ロボブレインだ。そしてなんか奥に見えるのはなんだあれ。でよ、ロボブレインが相手なら先手必勝といこう。今のところ多分この武器が一番強いんだろうね。ドーピング、気づかれる前に叩いちゃおう。ウォッカもいいけど、サイコジェット。あ、中毒になった。中毒になったが今倒すしかない。当たれ。お、ラッキー。助けに来た謎の人物。ロボブレイン壊れた。悪いんだから、ちょっと中毒になってしまったな。薬物やりすぎたな。あ、まだあった。 OK。 中毒症状ってことは、あ、本当だ、中毒症状になってる。最高ジェット切れた。中毒症状になったらなんだっけな、ダメージ食らいやすいんだっけな。あ、これ全部脳みそ瓶だ。やだやだやだ。こっち開けれるけど、あ、ターミナル。セキュリティが良すぎる。開けれねえ。これなんだこれ。焼却炉か何か。おお、まだいた。危ない危ない。あ、まだたくさんいる。危ない。やばいぞやばいぞ。ちょっと待ってよ。時間を染めた方がいいなこれ。OK。危険なものを撃ってくるこいつは。リロード。まだいる。あれ、いない。こっちか。 OK。 隠れてたのか。まだサーボメガスクラップボット。いや、ちょっと薬物漬けになったらまずいな。ただ目的地は、ああ、これ焼、うん、完全に焼却炉だ。目的地アイコンはまだここじゃないな。ロボブレインは倒したけど、てかロボブレインはもう倒しきってるんだ。もっと奥に行かないといけない。ただここ開けれないんだけど、どうしたらいいんだ。開けれないぞ。ロボブレインまたいるし。あ、なんか持ってた。バッチステータス。ロボブレインもしかして5体いるのかこれ。はい、クリティカル発動。あんまり効果がなさそう。あれ、だけどこれ頭がないロボブレインか。これ壊れた。まあでも、あ、本当に動かないやつだったんだこれ。あ、てかここに頭以外たくさん置いてある。まだ先あるのか。これを使え。やってくれ。ちょっと余裕を持ってフュージョンコア交換しよう。さあどうだ。たくさん持ってるよ。おお、おお、おお、まだ先があって、なんでここにアイコンがついてるんだ。なんか出てきそう。
この広さといい。上登ろう。クイックセーブしよう。ちょっと放射能がある。セーフティー。開けれないな。開けれないけど中は全部開いてるというか。こっちはどうだ。開けれない。ん？そこをどうすればいいんだ。あ、てかなんか収まってる。なんか収まってる。そこここに立てばいい。あ、メカニスト。ロボットを破壊したかもしれないが、お前の恐怖の支配はここで終わる。恐怖？恐怖の支配？待て、恐怖の支配だと。お前のせいで連邦は必要以上の不正に苦しめられた。メカニストの全力を受け取れ。正義のロボットが独裁にとどめを刺している。話全然聞いてくれねえ。とりあえず倒そう。もう薬物でも何でもいい。とりあえず敵を倒す。リロード。ああ、下からも湧いてくる。危ない危ない。リロード。イエイ。タレット。別の武器。爆発ピストル。おお、アイボットがまだ来てる。リロード。エイダ頑張れ。いやーまだ来る。ゲイ。おお、爆発する。エイダ無事。てててててアイボットが撃ちにくい。あ、自爆開始。そんな、まずいまずいまずい。ああ爆発する。わあ爆発する。あ、倒したやつは爆発しね。こいつ、こいつ撃てない。あ、防弾ガラスだ。防弾ガラスなのかな。予備電源。相手をしてやる。かかえ、ロボットたち、奴を片付けろ。あ、降りてくるのか。これあんまり有効的な武器じゃないな。スクイックセーブして。車内、弾が少ないけどこの武器たくさん使おう。へい。三人称視点で。上か。見えない。やっぱ一人称で。ゲイ。電源を切れ。なんか声裏返ってるけど。おお、なんだこれ。痛い痛い。ダメージを受けてる。まだいる。おお、まずいな。こいつ爆発するやつだ。爆発するやつだ。危ない危ない。
攻撃力が高いな。こいつやらんと。クリティカル。あんまり効いてない。あーまずい。危ない。オッケー。こいつ本当強い。まだいる？いた。どんだけロボット来るんだ。おお、なんだなんだ。危ない。回避。あー、伝説ジャンクボット。出て出て。薬物使おう。ジェットでいいか。リロード。ジェットたくさんあるからジェット使っていこう。敵が多すぎる。うわー、ちょっとな、爆発しすぎ。回復。あー、これやばいな。今までで一番難しいな。こいつはやばい。入れてて。あ、こいつにやられたんだ。待って待って待って。そうだ、もっとアイテムいろいろ見てこう。ヌカコーラクアンタムとかもあるんだ。サイコジェット。なんかグレネードマークが出てる。なんかゲットしたけど見てない。このスパークスの、おお、そうだ、これがやばい。回復しないと。もっとヌカコーラクアンタム回復した。オッケー。おお、ちょっとまた今みたいなでっかい爆発来たらまずいな。耐えられるかな。リロード。んー、なんだ。あー、囲まれてる。いやいやいや、敵が多い。ほんと数でどんどん送り上がってる。来る？今度あっち爆発すんのか。リロード。電源喪失まで10、9。どうしたらいいんだ。ん？あっちは攻撃できないのか。クイックセーブ。弾が結構減ってきてる。なんとか別の攻撃方法はないのか。レベルアップ1。どうなる。あ、切れた。待て、なんかチャンスじゃねえこれ。それが貴重用電源を。電源切れた。あ、まだ終わりではないぞ、薬業界。連邦からお前が消えるまで私は休まない。そうじゃなくてだな、話を聞いてほしい。俺は悪党ではない。直接話を聞いてほしいだけだ。何のために。失敗してる。善人は話を聞く。善人なら聞く耳を持つはずだ。深刻な過ちを犯しているなら真実を知りたいだろう。分かった、最後まで聞こう。連邦のためという理由でスパース来るんだ。こんだけ戦わせられたけどやっと話が通じる。
攻撃。攻撃してきたのは君だけどな。ありったけ。何者だ。何者だ。そろそろ仮面を外すべきじゃないか。その通り。連邦の敵に向き合う時が来た。取った。ん？さあ、女？これでお互い相手のことが分かったでしょ。そっちこそが敵ってあるけど。俺は敵ではない。お前のロボットから連邦を守ろうとしているんだ。彼らは罪のない命を奪いました。私の友人たちも。彼らは普通の商人でした。みんなあなたのロボットに殺されました。違う、それは嘘だ。ロボットは保護するようにプログラムされている。サブルーチンは明確だ。観察、評価、そして適切な対処、徹底的に試験を行った。あらゆる場面を想定したし、問題はなかった。ロボットは指示を誤解した。指令を誤って解釈している。お前のロボブレインが言ってた。人々を殺すことで救っているとな。いや、信じられない。彼らにプログラミングを変更することはできない。人々を殺すのではなく、救うようにプログラムされているのよ。うん、外をよく見てみるといい。数字を眺めるのをやめて、連邦をよく見てみるんだ。彼らの行いを見れば、すぐに自分の間違いがわかるはずです。考えさせて。あれだけの予防策を講じたのよ。安全と結論付けるのは当然だった。本当に知らない。なぜ彼らの行動を知らない。監視する方法があるはずだ。ボットがプロトコルに違反したことはない。データダンプには敵対的状況の排除の記録しかない。ロボットが罪なき人々を殺している。目を覚ませ。ロボットたちは罪のない人々を殺しているんだぞ。罪のない人々？いや、信じられない。彼らにプログラミングを変更することはできない。あれ、同じこと言ってる。人々を殺すのではなく、救うようにプログラムされているのよ。聞いているか？聞いているのか。あいつらは人々を殺すことで救っているつもりなんだ。恐ろしい誤解です。話は聞いてる。ただ処理ができていないの。あれほどの予防策や安全装置を用意したのに。それにあのデータだって常に報告していたし、敵対者を殺して命を救ったと。論理がある。今ならわかる。ロボブレインの記録消去に関わる問題だと願っていたが、確かに言う通りね。最優先指令に不備があった。真実が分かったはず。そのせいで命が奪われた。その不備のせいで多くの罪のない命が奪われたんだ。データダンプの数字から判断すると、ごく一部が罪のない人々だとしても、連邦を助けたかっただけなのに。ロボットを使ってこの場所を見つけて、ついに役割を果たせると思った。全ての責任を負う。取り返しはつかないし、償うことすらできない。でも争いで終える必要はない。なぜ仮面を？教えてくれ。なぜ仮面を？なぜメカニストになった？人と接するのが得意じゃないから。メカニストになることで本当の自分を見せずに世の中に出ることができたの。あの、この緊張感が耐えられないわ。事態の改善には協力する。チャンスさえ与えてくれれば。手を引け。殺しに来たわけではない。お前とロボットが身を引けば済む話だ。分かった、分かったわ。後悔はさせない。約束する。連邦の誰にも後悔させない。さあ、受け取って。メインフレームのパスワードよ。これを使ってセキュリティプロトコルを停止できるわ。もうこの場所はあなたに委ねたい。 RB2851 マスター制御。施設を制御する。なんか中身が予想に反した人だった。なんかもっとおじさんかと思ってた。過去音声だから分かんなかったな。これか。これがマスターセキュリティ。セキュリティ警告を取り消す。オッケー。これで全部停止した。
組み立てライン制御とかある。ホロテープをロード。あ、なるほど。おお、なんか別のロボットが動き始めた。メカニスト、少し時間。イザベル・クルス。もう一つだけ話したいことが。どうした？どうした？失せろとかあった。その、イザベルよ。私の名前はイザベル・クルス。ここに残れてとても嬉しいの。ただそれが言いたくて、ありがとう。過去と決別したことを表明したくて、その証としてこれをもらってほしいの。自作のメカニストスーツを。メカニストスーツ。ロボットから受けるダメージが 15% 減少。2000バリューって結構価値あるな。あ、ヘルメットも。あ、これくれるんだ。あー、ありがとう。ありがとう。どういたしまして。それからもう一つ、もっと大事な話が。外にはまだロボットがいるの。たくさん。通信装置がダウンして呼び戻せないけど、場所を教えることはできるわ、もし興味があるなら。うん、もちろん。よかった。ちょっと待って。びっくり仰天。複数のボットを追跡している。気をつけて。びっくり仰天。恥ずかしい。不良ロボット。不良ロボットなんてクエスト、これ初めての日本語クエストじゃない。リーダー。何でしょう。戻られて安心しました。望んだ結果が得られたのですね。はい。真実を理解させた。彼女に真実を分からせたら撤退してくれた。メカニストは本当に間違えてしまったのですね。動機や理由を明かしましたか。すぐ近くで聞いてたはずだけど。まあ彼女を助けようとしていた。彼女は心から人々を助けようとしていた。ロボブレインの行為は知らなかったらしい。彼女は本当にみんなの命を救っていたと信じていたんだ。生物学的不確定要素ですか。不明な点が多すぎます。彼女らは彼らを作り出すことの危険性を理解していたはずです。多くの善人たちがメカニストのせいで苦しみや死を強いられました。彼女のような優秀な人物があのような残虐行為を許したことは残念です。許したのは間違い。彼女を生かしておいたのは間違いだと思うか。はい、というのは友人たちの思い出に対して失礼になります。人格プログラミング上は復讐の感情がありますが、友人たちは慈悲の心を教えてくれました。慈悲には強力な作用があります。彼女に悪意はなかった。彼女に悪意はなかった。ただ誤った方向に導かれたんだ。善意にも抑制と均衡は必要です。それに友人たちの死がより安全な連邦をもたらしたことを知っています。メカニストのロボットを野放しにしていればきっと甚大な被害を及ぼしていたはずです。ここでの発展を無効にするとは言わないまでも止めていたはずです。それが分かり、ようやく満足感と達成感を記録しています。これもあなたのおかげです。 OK、 リストリングオーダークリア。いやいや、ロボットが散乱してる。そして不良ロボットってのが開始されたけど、これは主にどの辺なんだろう。あ、こっちなんだ。多分まあこれで大半のそのオートマトロンの、まあ、メインとなるクエストは終わったと思うので、じゃあオートマトロンのクエストプレイはここまでにしようかな。またあのいつか途中で別のサブクエストとか やりたくなったら不良ロボットもやろうかな。クエストリストにあるこれだけがちょっと浮いてるな。それじゃあオートマトロンのクエストはここまでにして、まあそれでもコズワスだとかその辺いくらでも面白かしく強化できたりするから、その辺は今後いろいろやっていこう。それじゃあオートマトロンのクエストは、クエストっていうかな、ちょっとこっち空いてるけど、ここまでにしようかな。じゃあ次回からまた
メインのクエストの方やっていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。